ペルーで開かれていた APEC ・アジア太平洋経済協力会議の首脳会議は16日、他国間での協力が重要とする首脳宣言を採択し閉幕しました。アメリカ第一主義を掲げるトランプ次期大統領を牽制した格好です。首脳宣言では、貿易・投資・気候変動を含む環境などを列挙し、 前例のない急激な変化が起きていると指摘し効果的な多国間協力が一段と重要だなどと自由貿易体制の維持の重要性を確認しました首脳会議の後、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は1年ぶりに対面で会談し米中関係の安定に向けた対話の重要性を確認しました 一方の習主席はアメリカ大統領選挙に触れ安定的で健全かつ持続可能な米中関係という中国の目標に変わりはないと述べトランプ次期大統領とも対話を維持したい考えを示しました。